あれ？これいいか。はい。はい、本日もティッシュの英語教室をやってまいりました。本日は、速読英単語の、まあ、基本編？基本編になる？基礎編になるのかな？基礎編の、しかも前の方にある、もうまあ、簡単な文章を解きながら、まあ、大体英語の基礎を固めつつ、発展へと結びつけていこうという内容の流れでお送りしていきたいと思います。本日は、まあ、ここに、タイトルがありますけど、山登りと精神力でタイトルがありますけども、タイトル、まあそうですね、初心者のうちはそうやってもう、まあ初心者のうちはそうやって、タイトルからこの文章を導入して読んでいくのがいいと思うんですけども、ちょっとまあ、文章上達してたら、このタイトル隠していただいて、まあ、この文章が何を主題としてメインとしているメインテーマとしているかを自分で読み解くような練習をしてください。はい、というわけで送っていきたいと思います。はい、まずもう早速もう文章入っていきたいと思います。はい、まず文章なんですけれども、まあ本日の文章はこういう文章ということで、まあとりあえずこれをスクリーンショットにして撮っておいてください。こんな文章です。よろしいですね。はい、では、行きたいと思います。はい。では僕の解いた文章から、解いた感じから行きたいと思います。まず、はい。まあ、僕もここまで解いてるんですけれども、こんなに解いてるんですけれども、まあ、いろいろ解説用にもいろいろひっちゃかめっちゃかになってはいるんですけれども、解いてはいます。はい。まずやっていきたいと思います。1行目から。Climb the most difficult mountains needs the very special...メンタルコンディション。まずこのクライミング、動名詞ですね。動名詞ですけれども、動名詞とは何かということから入っていきたいと思うんですけれども、動名詞は、まあ、ここに書いたんですけれど、動名詞とは動詞と名、あ、ちょっとブレてしまいましたね。まあ行きましょうか。動名詞とは動詞と名詞が合体したものと思っておけばいいです。だから動名詞、動詞とプラス名詞イコール動名詞。まあなんて言いましょうか。だからまあ動名詞の、名詞の働きをしつつ動詞の働きもしつつ、まあそんな感じで考えていけばいいと思います。で、クライム、まあ動名詞、動詞なんで V 後ろに O。目的を取る、まあ、the most 関心、the 関心、most difficult 形容詞、mountains 名詞、ここにかかっています。だから、山を登るということという訳になりますね。はい。で、ここが文の主語、文の、SV、文の要素は、文の要素、S、の中に SV は必ず一つずつ入るので、これが主語となります。山を登る、とても難しい山を登るということは、needs a very special mental condition 必要とするとても特殊な精神の状態。これ形容詞なんで名詞にかかってきます。名詞ここですね。でこれもスペシャルも形容詞、形容詞単独なんで一語なんで後ろにかかってきます。形容詞が複数になると後ろから前にかかるような形とはなります。で冠詞で、まあ、これも形容詞単独ベリー、そうですね。まあそうなんですけど、まずここからやっていきたいんですけれども、そうですね。SVO を構成する、ちょっと映り悪いな。なんでだろう。SVO を構成する、まあつまり目的語を取る動詞の、他動詞の動詞 V は、S が他者の働きによって O をするように V するという訳が元です。他者の働きによってなので他動詞ということになります。まあ、これはまあ、自動詞の SV が、S が自然に V するという訳が元になっています。自動詞に関しては。S が自然に V。自然にな自然で自然、自動詞。他動詞 SV を構成する目的語を取るのが、他者の働きによってをするように V をするので他動詞という感じで考えております。はい。で、だから、こう、ニーズは、まあ、後ろ、まあ、他動詞なんで、まあ、他動詞となっておきます。まあ、動詞の9割ぐらいが他動詞なんで、V を踏んだら O という関係を、まあ、ここでちゃんと確認しててください。はい、次行きます。
ちょっと早めに終わり、ちょっと早めに終わりたいんで、ちょっと30分長いかな。できたら15、20分で終わりたいかなと思ってて、ちょっとやっていきたいと思います。引き続き。All the parts of the body must work together smoothly and quietly。 まあ、こういう文ですね。はい。するかな。映った。すべての体の部分は、まあ、オール、名詞、オブは、オブは、まあ、ここに書いたんですけれども、2行目、オブ、予後線オブニョロニョロは、ニョロニョロの予後線というふうに、後ろから前の訳になってきます。ですけど、速読するにあたっては、後ろから潜ってはいけないということで、前から訳していく癖をつけましょう。はい。ここはまあ、簡単なところではあるんで、すべての体の部分は、must、助動詞、でなければならない。っていう意味ですね。ここ、walk, together。ここ、together は副詞になるんで、で、smoothly and quietly、円滑に静かにみたいな感じの役になりますかね。はい。になるんで、together 一緒に副詞になるんで、このワークは自動詞になります。はい。まあ、それ、まあ、先ほど言ったように、それ S が自然に V するで、という役になっていきます。すべてのその部分、体の部分は円滑にかつ静かに一緒に働かなければならない。次いきます。 Each part of the body must feel what is happening in the other parts。 Each、 おのおののという意味になります。まあ、これもまあこういうところでの意味を確認していきたいです。 Each、 そのおのおのの部分を、 of the body、 体の部分は mustFeel what is happening in other parts。 ここの feel についての説明も加えておきたいと思います。で、ここの what is happening は何が起こっているかという訳になりますね。何が起こっている、まあ、ここ現在進行形 happening、 何が起こって現在起こっているか。 feel、 ここの feel についてなんですけれども、ここの feel は SVO の第三文型になります。 O を取ります。後ろは目的語があるんで、フィールの後ろに What's in the happening という名詞説があるんで、名詞句があるんで、すいません、申し訳ないです。後ろが目的語の関係なので、第2文型 SVC ではないって感じですね。第二文型 SVC。SVC を取る場合は S イコール C の関係になるんで、ここは何々を感じるの第三、他者の働きによって、O するように V するのが他動詞だったので、まあ、何々を感じる、の役になるんで、第三文型のフィールになります。S イコール C の関係にはなりません。はい。役としては、おのおのの体の部分が、は、他の体の部分で何が起こっているのかを感じなければならないという役になります。はい。そうですね。はい。次いきます。There is no room for thinking about what time is it is. There is, there 構文です。no room。 このルームですけども、まずこのルームは、ルームといえば、普通に部屋とかいう訳があるんですけれども、ここはそういう訳にはならず、まあ、そこから派生した意味の、まあ、部分とか余地とかいう意味に派生した意味になります。はい。で、ゼア構文についてなんですけれども、ゼア構文はゼア VS で S があるみたいな訳になります。V には、ま、第二文型 SVC で用いられる V が入るので、B だけでなく、become 等も入ります。はい。まあ、そんな感じで押さえていただければよろしいと思います。はい。だから、余地がない。
その余地がな、のルーム、余地がない、フォー、何々にとっての、ここはそうですね。thinking about、 ここも同名詞、thinking about、 もう最初に出た動詞と名詞が合体した同名詞という thinking about、 think about で何々について考える、 what time is it、 間接疑問文というか、まあそんな感じです。まあ、今何時かという意味ですね。 what time is it、 今何時かということについて考えること、ことについての余地はない。つまり今何時かという考える暇はないとか、そんな感じでやる役になればいいと思います。はい、次 there is no room、 また there 構文出てきました。 no room また出てきましたね。 for thinking about また出てきましたね。はい、先ほどと同じ役でいいです。はい、 there is no room for thinking about how one looks、 この how one looks、 ここもちょっと注意したいところですね。この注意、まあ、ここの、まあ、how one look が名詞の役割になっているので、まあ、about 前置詞プラス名詞で副詞になっています。はい。で、how about, how one looks。one looks というのは、まあ、ここでは、まあ、sv、look は svc を取る動詞なんですけれども、ここではもう、第二文型 svo の略になります。何をどう見るかみたいな役になります。まあ、前後の文脈からそれもわかるっていうのはあると思うんですけれども、まあ、やっぱり文の構造っていうのはきちんと捉えておきたいもので、まあ、ここの how one looks が、これが sv。まあ、文が不完全ですよね。svo が見ないっていう感じで。うん、そこのちょっととこについても後で説明入れていきたいと思うんですけれども、ちょっと疑問詞が導く名詞説と関係副詞の違いについてのことについてちょっと説明を入れていきたいと思います。で、まずここの訳からやっていきたいと思います。まあ、余地はない。for think about 何々について考える。how one looks。何を見るかみたいな役になります。まあ、前後の文脈からわかるんですけども、まあやっぱり文構造をしっかり押さえていきながら読むってことは、基礎ポイントを押さえるってことはすごい大事なんで、そういうことをちょっと焦点を置きながらっては感じております。はい。じゃあちょっとここについて説明を加えたいと思います。ちょっとこれ回答なんですけども。まあ回答、ちょっと回答例なんですけれども、回答例じゃなくて回答そのもんだわ。これが回答です。まあこの文の。まあ、そうですね、はい。まあ一応見ながらっていう感じで。で、先ほど言ったように、疑問詞が導く、疑問詞が導く名詞説と関係副詞の違い。疑問詞が導く名詞説と関係副詞の違い。まあ疑問詞が導く先生、間接疑問文みたいな感じですかね。関係副詞っていうのは、まあ、関係代名詞の発展形だと思っておけばいいです。はい。疑問詞以下が完全な文になっているか否かで判断です。完全な文ならば関係副詞、不完全な文ならば疑問詞が導く副詞説、名詞説と考えられます。よって4行目、5行目、6行目すべては疑問詞が導く名詞説とわかります。この文章の。そうですね。はい。不完全な文、完全な文なら関係副詞、不完全な文なら疑問詞が導く名詞です。そこから判断していくっていうわけですね。はい。で、ちょっと半ばまで来たんで、ちょっと全体の文もまたちょっと映したいと思います。はい。全体の文こんな感じです。はい。まあ、スクリーンショットを撮るなり、まあ、写メ撮るなりしてください。はい。もう適当ですけども、もうこんなもん、ほんともうアナログ授業ですけども、もうわざと臨場感を出すためにアナログ授業を行ってるっていう、まあ言い訳にはなるんですけども、そういう部分もありますけどもね、うん。なんかちょっとデジタル気味に授業するとなんかよそよそしさとか感じるかなと思って、ちょっと親身になってアナログ授業を展開していこうっていうのは僕の狙いでは少しありますね、はい。まあ編集技術が足りないっていうのもまあメインなんですけれどもね、はい。では行きたいと思います。はい、続き。で、先ほどの文の訳。There is no room.
いや、余地、余裕はない。余裕余地はない。方針かアバウト、ハウアンルック。な、どう、ハウはどう、どう何々か。え、ワンが、ルックス、ものを見るとき。例えば、だから、まあまあ、体の部分が何かものを見るとき、どう見えるかみたいな、ここには役にはなってきますね。そして次いきます。あと2行です。もう、頑張ってください。あと10、現在15分です。オールシンキング。ここのシンキング注意してほしいのは、今まで出てきたシンキングは全部、今まで出てきたのはシンキングとか ING は全部同名詞だったんですけど、ここはもうこのシンキング一つだけで名詞を形成するので同名詞ではありません。つまりこの名詞でシンキングでだけで名詞で訳していかなきゃいけないです。ここでは思考という意味になってきます。All thinking must come でなければならない。Focus on。ここ Focus on はまあ文章のあちょっとすみません。ちょっと足しびれてきた。Focus on はまあ何々に焦点を合わせるという意味。Focus on what is happening at that moment。アドザットモーメント、その瞬間という意味ですね。その瞬間。で、先ほどの、まあまあ、まあこれもまあ、まあ先ほども言ったような、先ほどもどれだろう。疑問詞が導く名詞説なんで、うん、疑問詞が導く、何が起こっているのかに焦点を当てなければならない。すべての思考は焦点を当てなければ、このようにまあ前から後ろに訳していく。訳し方を覚えておいてください。これが速読につながります。はい。まあまあまあ、慣れないうちはまあ、もう本当にまあそこまで気にすることはないんですけれどもね。もうとにかく文章を噛み砕いて、とにかく頑張って訳すっていうのが最初の段階です。慣れてきたらの段階でそれを行ってください。Focus on what is happening。何が起こっているのか。その瞬間に何が起こっているのかに焦点を常に当て続けなければならない。当てなければならない。すべての思考を。という感じですね。で、最後。The mind and the body must become one。これはまあ普通の文章にはなるんですけれども。The mind, 意味、mind, 意味で精神、単語の意味はちゃんと押さえておきましょう。うん、まあ、精神と体は become one, 一つでなければならない。これ become, これはまあ先ほども言ったように、まあ B 動詞、まあ SVC に入る、SVC の第二文型に入る、まあ B 動詞以外の B、まあ動詞です。はい。become one。で、だから SVC を取るので、S イコール C の関係になるんで、The mind and the body と1が同じになります。はい。うん。そうですね。はい。で、まあ、訳としては、その精神と体は一つにならなければならない、という意味になります。と。まあそうですね。まあ僕が今回も僕の役はまあ今回はこれで終わりなんですけど、僕の役はこうなりました、今回の。まあ上の方から訳していますね。はい。はい。この辺りいいか。よいしょ。これが僕の役に思いました。大体、ここの河川役と合ってる、大体役は合ってると思いますけどもね。はい。これが正解例ですけども。はい。これが正解例。まあ、これもスクリーンショット通りなりしておいてください。はい。まあ、これですね。今何分 ?20 分。20分だったらもうそろそろ終わりたいな。もうそろそろ終わりたいな、僕も。ちょっと30分じゃちょっと長い、40分じゃ長いしな、ちょっと15分ぐらいが本当はいいと思ったんだけど、ま
まあ、こんな感じの文章ですね。本日はこんな感じの文章をやっていきました。はい。こんな感じの文章をやってきました。はい。まあ、これについて、まあ、説明なんですけれども、まあ、物事は、最後になるんですけども、まあ、ちょっとこの、これちょっと見せときながら終わろうか。ちょっとまだ説明できてないおかしないよね。うん、ないね。よし。あ、そう、うん、まあそうですね、はい。まあ物事は、基礎が大事と言います、はい。基礎が大切ですけれども、基礎って自分は発展したことがさっさとやりたいんだって気持ちも上がります。まあ何事においてもね、スポーツとかにおいても、例えば基礎は大事だけど、やっぱ発展したことはやりたいなって。まあそういう時は発展したことに触れてみて実感することも重要かもしれないです。でも、やはり重要なのは基礎です、はい。基礎をしっかりやり込むことは、まあスランプ、まあ今風に言うとイップスなんでしょうかね、これ。に陥りにくいと思います。これはスポーツなど何においてもだと思います。なんでやっぱ僕はそういう意味も込めて、基礎の重要さを常々言っております。はい。もう基礎がごっそり抜けてたら、やっぱスランプとかイップスとかにやっぱちょっと考え込んだと陥るのかなってのは思うんで、やっぱそういうのを乗り越えていくためにも基礎を抑えておくことが重要なと僕は思います。はい。まあ、基礎ばっかで発展やらないと面白くないっていうのはあると思うんで、まあ、それはわかりますけれども、実際や、ちょっとやってみるのも重要だと思います。はい。というわけで、本日はこれにて、放送終わりたいと思う。なんか、ぐっちょぐっちょで、なんか、ちょっともう足痺れたんで、もうちょっと、もうめちゃくちゃなんですけれども、ちょっとこっち見せた方がいいか。ちょっともう、ぐっちょぐっちょで足痺れてるんで、もうなんかあれにはなってしまったんですけれども、こうはいいか。ちょっとこれ真ん中の折り目いらんな。はい。という感じで終わりたいと思います。では本日の方もご視聴の方ありがとうございました。まあよかったらまあこの動画のチャンネル登録なりいいねボタンを押していただけると僕が喜びます。はい。というわけで終わります。本日も。どうもありがとうございました。次回はまあまたなんかもう僕が不定期に行うんでいつになるかわからないんですけど終わりたいと思います。ありがとうございました。では。